ジョルジェ・カルロスであるメーダ・フォンセカはカーボベルデの政治家。2011年以降、同国の大統領職を務めている。1991年から1993年まで外務大臣を務めた後、2011年の大統領選挙に民主運動から出馬して当選した。1950年10月20日にミンデロで生まれ、ミンデロとプラヤで初頭、 中等教育を受けた後本国に留学し、リスボン大学で法学の修士号を得た。帰国後は、官僚となり、1975年から1977年までは、移民局の事務局長、1977年から1979年までは、外務省の事務局長を務めた。その後は1982年から1990年まで、リスボン大学の教員を務めた。 カーボベルデが民主化して複数政党制が導入されると帰国し民主運動が1991年に政権を取ると民主運動政権の外務大臣となった2001年の大統領選挙にも出馬したものの予備選挙で敗れた2011年には再び民主運動から大統領選挙に出馬し第一次投票で38%の支持を得た決選投票では カーボベルで独立アフリカ党のマヌエル・イノセン氏を総座との一騎打ちとなり勝利した。2011年9月9日、カーボベルで共和国第四大大統領として就任した。ありがとうございます。